小小西西博博之之、はいえー、立憲民民主社民の小西博之でございます冒頭、寺田大臣の昨年の総選挙の資料、配布資料の1ページ、2ページでございますけれども、昨年の総選挙の寺田大臣の選挙運動収支報告書において、ガソリン代、レンタカー代、宿泊費、事務用品など、音響設備など、合計9枚、合計金額106万842円の寺田実竹原講演会名義による、 振込明細書書が領収書に変わるものとしてて添付されておりますこれについて、選挙運動にかかる支出を第三者である竹原後援会に支払わせていることは、公職選挙法違反ではないでしょうか、事実関係を説明するとともに、報告書を修正するなどの対応するつもりがあるかについて、大臣の答弁をお願いいたします寺田総務大臣。 今、委員ご指摘の振り込み明細にかかる支出の件でございますが、便宜上支払い先の口座番号を把握しております、寺田稔竹原後援会がその口座を用いて取り次いだという取り次ぎ行為でございます。ししいままててそのの財源は選挙運動費用の収支報告書におきまして 収入としてて記載されいいる寺田実個人の自己資金でございますしたがって、この支出は竹原後援会には当然、記載をしておりません。従いまして、これらの振り込み明細に添付されている書類についてはです、ね、そうしたこの選挙費用として支出をしたものでございまして、公正法違反にわたらず、収支報告書の訂正等が必要であるとは考えていないところでございます。 極めて疑惑を深める答弁だと思うんですじゃあ、一つ一つ事実,事実関係を伺いますけれども、今おっしゃったこの支出は、ですね寺田大臣が任命した水道責任者が行った支出なんでしょうか、端的に答えてください寺田総務大臣。この支出は、水道責任者の責任において行われた支出でございます。責任者者がなぜ第三者である 寺稔範竹原後援会の口座を使って支払いをすることができるんでしょうか田原総務大臣。この竹原後援会につきましては、政治団体竹原後援会は先ほど申し上げたとおり、単に支出の取り次ぎということでですね、行ったものでありまして、この取り次ぎ行為でございますが、念のため、水道責任者からです、ね、竹原後援会の事務担当者に対しまして、 支払い承諾した文書が作成をされて保管をされているところでございますあの以上でございます小西委員ちょっとよくわからないですがこれ総選挙は10月31日投票だったんですねで、支払いは11月の5日なんですけれども選挙が終わった後なぜあの大臣の寺大臣の集めた資金を使わずに、えー、竹原講演会にある講座 これ、政治資金のはずなんですけれども、それを使ったんでしょうか田総務大臣あの私の資金は、あらかじめ選挙用資金として、ですね、えー、事務担当者にお渡しをしていたところでございます。で実際にあの選挙はおっしゃるとおり、委員ご指摘のとおり、10月31日でございました。で、その後、請求が参りまして、えー、支払い、例えばこの11月5日という、 利用書に書いてございますが、私の資金から支出、ね、がなされたということでございます国新大臣の説明は、大臣の選挙資金が竹原後援会の口座に入っていたということをおっしゃってるんですね、端的に答えてください寺田総務大臣。 あの私が選挙用に準備した資金のすべてが竹原後援会に入っていたわけではございませんが、先ほど申し上げたとおりです、ね、この支払い先の口座を竹原後援会がです、ねえー、これまでのこの後援会活動の中で把握している分についてです、ねえー、この竹原後援会に一部入れてあって、私のお金がです、ね、取り次ぎ行為として竹原後援会がです、ね、支払ったということでございます小西委員あの大臣は公選法の責任者なんですが。 選挙の資金を別の政治団体になんか取り次ぎのある行為で支払うということは、公選法が容認してるんですか、その根拠条文を言ってください委員長田,田総務大臣、えー、公選法上はこうした取り次ぎ行為についての規定はございませんが、えー、これはあの全く公選法上、規定のない話でございますので、えー、こうした行為は禁止はされておりません。したがって、先ほど申し上げたとおり、水道責任者の方から、えー、竹原後援会の事務担当者に対して、支払い承諾がなされたところでございます。 あ委員の先生、これ、第187条公選法ですね、我々選挙やってる方、みんな知ってるんですが、選挙に関する支出は、水道責任者に一元化してるんですね、これはまさに選挙の公正、誰か第三者が選挙のお金払ってあげたら、あの選挙の公正なんて守られませんから、しかもこれ、公選法で一番最も重たい罰則がついてるんですね、大臣、もう一回聞きますが、公選法の所管大臣、しかもこれ、罰則がくっついてる条文です、そこに何の規定もない取り次ぎなる行為を行って、これ、法律の脱法化だと思うんですけども、 それが正当化される法的に正しい行為だというふうにお考えなんですか田中総務大臣あの。先ほども申し上げたとおり、水悼責任者の責任でもって、この選挙の支出がなされます。で、竹原後援会は単にです、ね、この支出を取り継いだだけのものでございますが、水悼責任者からこの正当に竹原後援会の担当者に対しまして、支払い承諾がなされたというふうなことでございまして、これはあの適正な行為であると考えております。 委員長公生法185条は、大臣が集めたお金は、水悼責任者が会計帳簿に全部管理することになっているんですね、大臣のご説明によると、水悼責任者、これちなみに税理士です、現職の税理士兼、行政書士の方です、その方はですね、大臣の集めたお金をわざわざ竹原後援会に移して入れて、でそれを政治資金あ選挙資金の会計帳簿で管理してたことになるんですが、そういう事実関係でよろしいですか。 寺務大臣今、委員ご指摘のとおり、ですねべての支出は、追悼責任者の責任の下で行われます。でこの竹原、今ご指摘の竹原後援会からの支払い分については、ですね個々に支出を特定できるものとして、しかも支出の前に、ですねこの追悼責任者が承諾を与えたものというふうに認識をいたしております小西委員あの今、大臣が行ったこの承諾という、確かに手続きがあるんですが、その承諾書を、 あの個人情報は落として結構ですから、この林選徳に証拠として出していただけますか、大臣田総務大臣。<中> あの承諾書は、ですねこの文書による承諾として、確かに存在をしておりますが、これ、開示できるものかどうかは、ですねえまた弁護士と相談をさせていただきますが、開示可能なものであれば、ですねあるいはあの開示することも検討したいと思います、文書は存在いたしておりますいやこの問題は大臣の選挙の選挙収支報告書の話ですから、大臣が言って言えばいいんですよ。 もちろん個人情報は墨塗りして結構ですが、大臣に伺いますが、出していただきますね、党委員会に証拠として、いやその文書があるのかないかで、違法かどうか、刑罰が発動されるかどうかも分かるわけです、決まるわけですから、出していただきますね、疑惑を晴らすために。長大臣あの文書は適正に存在をしておりますので、えーこのまあ、あの個人情報等についてはです、ね、えー、この伏せるという前提で出すことは可能であるというふうに思いますが、ちょっとあの弁護士の確認だけ取らせてくださいませ。 小西員委員長、はい、分かりましたあの、出していただくようにお願いしますあの、重ねて質問させていただきますが、あのもう後付け以外の説明の以外の何ものでもないんですね、大臣がおっしゃっているのは、大臣が集めたお金を、追悼責任者が、さっき聞いたの答えたんですが、なぜわざわざ竹原後援会の口座にお金を入れる必要があったんですか、これをまず答えてください高嶋大臣あの。先ほどもご説明しましたとおりですね、あのこの委員,委員が今、資料としてご,ご指摘の。 この支払い先はですね、竹原講演会が常日頃からです、ね、お付き合いをさせていただいていた会社さんあるいはお店でありまして、この住所、口座番号等、すべて把握をしておりました、で選挙費用としてです、ね、そこのお店も使った場合です、ね、この迅速な支払いが行えるということで、竹原講演会経由で支払っておりますが、これは何回も申しますとおり、私の資金でございますし、 え水道責任者の承諾もあるものでございます、あ,のあくまで便宜上の取り次<西>大臣のご説明通りだったら、私だって政治団体持ってますよ。 私の選挙に関する支出は、常に政治活動でお使いがあるあの会社等とありますよ、だから私も、自分の選挙の日は、日この7月選挙をやったばっかりですけれども、自分の政治団体を大臣が言う取り次ぎなる行為に使って、そこから支払えばいいわけですけど、ただそれだと、外形上は先生方の配布通りですよ、この100万円以上のお金は、 えー、大臣が払ったお金ではなくて、大臣の政治団体が払ったこと,ちことになるんですねあの、公選法を所管する大臣としてあの質問させていただきますけれども、大臣のおっしゃる取り次ぎなる行為、自分の関係の政治団体で選挙運動の支出を支払っていい、どの政治家もどの国会議員も支払っていいんだということを、大臣は公選法の解釈として今、おっしゃいますか、それを答えてください。田中総務大臣 はい、これはあくまであの選挙費用の支払いとしてです、ね、えー、取り次ぎに使った、したがってこれは一切、竹原後援会の収入支出には計上しておりません、計すべて,、えー、て選挙関連の支出として行ったもので、ただ、おっしゃるようにこ、これは水悼責任者の責任の下で行いますので、水悼責任者の承諾がいるということでございます小西議委員。いや、だから、水悼責任者の承諾がいるにしてもですね、 竹原後援会という大臣の政治団体で100万円以上のお金を払う、これを他の政治家や他の候補者も全員やったら、公選法のこの選挙の支出は、追頭責任者に一元化する、それは不正を防ぐため、選挙の公正を守るため、そうした法律の定め、趣旨が壊れるとお考えになりませんか、他の政治家がみんな大臣が言ってる法律の規定どこにもない取り次ぎをやっていいんですか、他の政治家全員が取り次ぎをやっていいかどうか、それを答弁してください。 寺田総務大臣取り次ぎという行為は全く違法な行為ではございません、公選法違反でもございません。小西委員いや、だからそのやっていいのかって聞いてるんですよ、他の政治家が。いや、そんな便利なことがあるんだとは、私だってやりませんけど、私は公選法を守りますけど、大臣と違って、他の政治家がやっていいっていうふうに、あの法解釈を持つ大臣として答弁なさるんですか。寺田総務大臣 あ,のあくまで水道責任者の下で行われる支出であればです、ね、そうした取り次行為は可能でございます小西委員長お願いしたいんですが、この寺田大臣についてはです、ね、もうあの政治資金の。あの 大臣の国会関係団体をはじめとして、7件、8件ですが、あと今日は公選法の違反の問題を指摘しました、私はかつて総務省の選挙部であの働いておりました、国会議員関係団体、あの政治団体の法改正のときも、私もメンバーとして関わっておりました、当時の官僚として、このような大臣は許せない。また国国民のの代表の国会議員として このように公選法、あるいはこの政治資金規正法を違反し、貶としめるような大臣は許されません、あの委員会の維審において、この寺田大臣を解任する、そのことをこの委員会でしっかりと審議することを委員長に求めますただいまの件につきましては、は理事会においいて協議いたしご、はい、寺田大臣、同じ問題が、寺田大臣の寺田稔れ後援会でも、えー、令和3年10月分の読売新聞の購読料ですかね、2450円に生じていますが。 これについても取り次ぎなんでしょうか、事実関係と、あと法律に違反してないか答弁ください総務大臣あの委員ご指摘の呉講演会からの支払い分についてでございますが、えー、これも呉講演会の支出ではなく、水道責任者の権限の下で支出をされました選挙運動費でございます。したがって、呉講演会の収支報告書には一切記載がございません。でこれあの支払った先からのですね 求めがございました、えー、この経理処理場をですね、えー、寺田稔呉公演会名義にしてください、えー、この名義で支払ってくださいと、あのあの事務担当者、これは選挙費用ですというふうに申し上げたところですね、公演会名義で支払ってほしいという先方のリクエストがありまして、えー、記載上そのようにしたということでございますが、えー、この先ほど申し上げました通りですね、えー、きちんとこの、 追悼責任者の権限の下で承諾がなされた支出行為でございます小西審。いや、なんかその先方のリクエストがあったら、あの罰則がついてる公選法の定めに違反して、暮れ後援会名義で、暮れ後援会から、暮れ後援会名義じゃない、暮れ後援会の政治資金から、お金支払っていいんですか寺田総務大臣。暮れ後援会からの支出は一切ございません。 で公選法上はです、ね、選挙運動費用の収支報告書に添付する領収書の要件は、支出の目的金額、年月日、この3要素が記載されていることが、えー、正当な領収書の要件でございますので、その要件は満たしているところでございます私の手元に、大臣のまさに昨年の選挙の収支報告書があるんですけれども、これを見るとです、ね、ガソリン代の項目が、私一件見,見ただけで20件以上ありますよね。 ところが今回の竹原後援会のこのガソリンの領収書何枚もないんだと思うんですけれども、なぜ特定のガソリンのもの、あるいは他の項目もそうなんですけどなぜ特定のものだけ竹原後援会で支払ってるんですか、あまりにも不自然じゃないでしかラウド総務大臣。 竹、えー、原方面の運行に用いたがために、ですね竹原後援会の方が常日頃から使っておりますガソリンスタンドで支払ったものでございます、はい以上、はい、時間が来ておりますので、よろしくお願いしますあ、はいあのまあ、会派の持ち時間の中でやらさせていただきますけれども、あの大臣に伺いますが、あの大臣はですね公選法の所管大臣であり、また政治金規正法の所管大臣なんですね。 で今回の問題も含めて、国会議員関係団体政治団体で巡って起きている問題なんですが、大臣はこの間、いや、国会議員関係政治団体、竹原後援会や暮れ後援会は、自分は代表でもないし、えー、会計責任者でもないというふうに言ってるんですが、国会議員関係あの政治団体は、大臣の,あの通知によってあの、各政治団体が国会議員関係政治団体であるというふうに届け出をするんですね、つまり大臣は生みの親なんですね。 そして先ほど申し上げたように、国会議員関係な政治団体っていうのは、特別の,あの特権を持ってるんですね。あの寄付の税額控除ですで。かつ同時に、第一安倍政権で起きたなんとか減衰のような問題が二度と起きないために、国会議員に関係する政治団体のこの収支報告、支出の報告を特別、あの厳しいあの一円領収書の開示だとか、設けてるんですね。大臣に伺います。大臣は、 今回、問題が起き,て起きている竹原後援会、あるいは呉後援会の国会議員関係政治団体としての制度上の生みの親です、法的な責任を持っている、政治的な責任を持っている、その団体で起きた違法、あるいは違法の疑惑について、大臣は制度を所管する総務大臣として特別重い責任を持つとお考えになりませんか。田村総務大臣あの、委員ご指摘のとおり、通知行為というのがございます。ただ例えば私の関係 あの関係政治団体で、私が議員になる、私が立候補する前から存在している政治団体もございます、まあ、しかし、私があの支部長に就任してから、その同意を与えるという通知を行っておりますので、生みの親という認識ではありませんが、ただ、委員ご指摘のとおりです、ね、あの関係政治団体について、このこれまでご指摘のような事務的なミスなどがあったことについては誠に遺憾でありまして。 その点については、えー、心からお詫びを申し上げるものでございますえ小西委員いやあの、配布書の5ページですけど、国会議員関係政治団体は、寺田稔大臣、大臣による記名、押印、あるいは署名がなければ、国会議員関係政治団体にはなれないんですよ。あなた、生みの親なんですよ。だからそこの起きてる団体の問題は、国民との関係で、法律との関係で、あなたの責任なんですよ。何を言ってるんですか。えーあの 大臣ですね政治資金規正法あの通告しますが第1条の目的はこうした収支報告をきちんとやって国民の批判と監視それを受けるというのが政治資金収支報告書の目的です大臣の国家議員関係団体竹原講演会やあのこれ講演会これ講演会は こうした国民の批判と監視を適正に受ける前提を変えていたと、これはお認めになりますね、あるいはいや批,判批判と監視を適切に受けられる、そういう状況だったと、どちらですか、明確に答えてください。トラン大臣あの今ししがたたお答えしたととりでですねここの関係政治団体ということで えー、私がその同意を与えているです、ね、関係政治団体でございますので、まあ、そうしたこの関係政治団体におけるこのミス、不手際等についてはです、ねえー、これはあの法的な責任という意味ではございませんが、遺憾でありまして、お詫びを申し上げているところでございますいや明確に通告書を止めてください。 答えてるでしょ、答弁してるでししょ答弁してるじゃないですか。な,いなんで止める必要があるの、答えてるじゃないの。じゃいやあの、委員長、明確に通告してあの答えてないわけですよ、政治正式規制法の第1条に、あの収支、あの人の報告、あの支出の報告、報告きちんとやって、国民の批判と監視に委ねると。 そういう制度なんです、そういうことは条文に書いてあるわけです。呉講演会、竹原講演会、さまざまな問題がありました、訂正もしている解決責任者は死んでいらっしゃいました。そういう状態では、国民の批判と監視を適切に受け入れる状態ではなかった、その2つの団体、これはお認めになりますねと聞いているんです、イエスかノーかと答えてください寺田,田総務大臣。すべての収支も公開をしております、もちろん不手際やこの事務的ミス等については、えー、この迅速に是正をさせていただいているところでございます。 何を聞いても答えないと思いますがあの、杉田政務官に聞きかれますが、杉田政務官、よろしいですか、あの問題になっている月刊誌ですが、慎重なあれですが、あのこのこ言葉を撤回、修正する考えはありますか、もうこれだけです、彼ら、彼女らは子どもを作らない、つまり生産性がないのです、まあ、この前後もいろんなことを言ってらっしゃるんですが、この言葉だけ、彼ら、彼女らは子どもを作らない、つまり生産性がないのです、この言葉だけについて、撤回、あるいは修正するお考えはありますか。 杉田総務大臣政務官そういった配慮を書いた表現をしたことを真摯に反省し理解を深め差別のない社会暮らしやすい社会の実現のためにこれまで,でも努力をしてまいりました今後ともそういう努力を持ってお答えしていきたいと考えております以上です 小西委員それは委員長そこはやってくださいのそういうのが答弁んだから撤回しないてないんだからちょっと立ってくださいよく答弁したらいやいやいやもう一回聞いてくださいいや撤回しないするかしないか聞いてるんですから明確に答えてないじゃないですかもう一回聞いてよはい撤回あるいは修正する考えはあるかを聞いてますそれだけ答えてください明確にいやないならないです次いた総務大臣政務官 今後とも差別の社会のない、差別のない社会の実現に向けて、しっかり努力をしてまいりまとりあえず、全然答えてない、全然答えてないですよ、答えてるでしょう、答えてるでしょう、答えてるでしょう、ちゃんと。答えてないですよはい、はい、質問を変えてください。ああの違法な大臣と、もう異,常異常を超えて、もう狂気という言葉を使うしかないですが、政務官の辞職の思こ込むことを誓って終わります。ありがとうございました、はい